一品目スタミナカスうどんです。ありがとうございます、はい、やっぱうどん来たか。じゃあ始めさせていただきます。お願いします。いただきます。よーい、スタート。よいしょ。こんぐらいがいいね。うわー、黄身が濃い。スタミナカスうどんだって。これカスかな。いただきます。うまい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 。うんうん、うまい。まあ、あの肉が結構ゴロゴロで、なんかねちょっとすき焼きっぽい感じなんだけど、うん、うん、すき焼きですねこれね。うまい。いきますよ。もうリレーなんで前早くいきますから。マックスでございます。私は本日ですねこちらでございます、龍の巣さんという銀座7丁目にあるところに来ております。でこちらのお店さんなんですけども、今日やることの内容の説明の前にめちゃくちゃおしゃれなんですよ。焼肉屋さん、あとカスうどんのお店さんなんですけど、ちょっと店舗見ていいですか。こんな感じ、ね、銀座なんですけどめっちゃなんかこう入りやすく、なおかつおしゃんな感じでデートとかに使えそうな、こんな感じでめっちゃ広いんですよ。で僕今からここで撮影させていただくんですけど、本日やらせていただく内容というのがですね、お店さんの人気メニュートップ10を出していただきます。で僕がそれをトップ10早食いリレーやります。食のリレーのちょっと変化版ですね、何分で食べきれるのかとトップ10を。でなおかつトップ10の1位を全部食べた後に、僕がクイズで、当てることができたらなんと素敵な特典があるという、これ割とガチでやりますから。なんで僕なんならもう今日何が出てくるかも正直分かってないんですよ。多分焼肉とカスうどんの店なんで、まあうどんと焼肉が出ると思うんですけれども、はい、その辺も込みで最後までお楽しみいただければなと思います。せっかくなんでね、皆さんも一緒に予想していただければなと思う、そんな感じでございますんで、じゃあもう多分食べてるね、君頑張って。うん、おい、次お願いします。もう終わった。あれおかしいな。あれあれ、僕今日人気メニュートップ10食べに来たはずなんだけどな、おかしいな、なんでないんだろう。まあ今日こういう雰囲気でお送りさせていただきますね。わちゃわちゃお楽しみいただければと思います。思ってたより3倍くらい早い。関西の方なのですごくノリがいいんですね。本当にありがたい、マジで。でもめちゃめちゃいい匂いがしてるんで、まあおそらく焼肉焼かれてるんだと思うんですけれども、今回焼肉のメニューとか、ね、卓上でこちらは焼いて食べるって感じなんですけど、今回特別に焼いていただいて提供していただくって形になってますので、はい、そんな感じで、後付けですけども、スープは飲まない感じでいきますので、はい、お願いいたします。めちゃくちゃね、焼肉の匂いしてるんですよ、すんごく。次何食っても多分雰囲気的に次肉来るんですよ。トップ10、トップ10全員が予想してたやつ3倍早い。そう、ぶっちゃけね、これ打ち合わせもね、事前にね、ある程度まあ1人前だったら焼肉だったり、まあなんかうどんだったりとか、こういうぐらいのお時間ですよっていうのはお伝えさせていただいてるんですけれども、僕は多分予想以上に早くちょっとエンジンかけてしまったがためにこういう空気が生まれてるという感じなんですけれども、ね、すぐ作ります。おたぶんね、これこの動画より龍之巣さんの方のチャンネルの方が面白いかもしれないです。わちゃわちゃ感がすごい出てるんで。なんか来てる。なんかね、見てわかるんですけど、これは確かに時間かかるわ、焼くの。たぶんなんか盛り合わせっぽいぞ、うん、やっとお待たせしました。卵かけご飯と、はい、これがね、タン尽くしっていう商品、タンを先から根元まで1本食べていただけるメニュー。こちらも塩とわさびと、あとソーセージです。ありがとうございます。すごい、なんか TKG とあとタンのセット、すごいな。これこっちで見えるかな、一応ちょっと皆様分かるように。あとこれソーセージです。でこれが TKG という感じですね。はい、行きましょうか。じゃあ、まあ、せっかくなんでね、この上タン中圧、これからいきましょう。うまっ、やらかっ、待たされたから余計うまいわ。
ゴロタン、ゴロタン、すごいゴロタン。あ、これ肉厚でかなりしっかりしてる歯ごたえか。おい、うん、あ、でも基本的に柔らかいです。薄切りの上タン、こんな感じですね。ああ、あの厚みで全然味わいが違う。ソーセージ。うまいな。うまいな。で、これ TKG ってことなんで、ちょっと作ろうかな。よいしょ。こちゃんと。異例の多分、これをツアーですよね。こうか。パパパパパーと。で、これを多分、こうやってやると、わー、すごい、多分ちょっとお米が気持ち固めな感じで、パラパラっとしてます、これ。いいっすよ、これ。これ一緒に食べちゃう感じでありなんですか。あ、そうですね。そう、こういうセットが存在するんですね。いきまーす。うまっ、うまっ、塩でいこう。お、うまっ。あ、すいません、次来てしまいました。やべ、手のひらがしたの、急にストックが。やべ、なんかテトリスのなんか煽られてるやつみたいになってる。うんうんうん、次の、あの、冷めてしまうので早く食べる。分かってますよ、まあ、もう、うまい。うん、うん、もう、まお願いします。はい、はい、はい、すいません、お待たせしました。カス雑炊、カス雑炊と生キムチです。はい、ありがとうございます。カス雑炊と生キムチ、すげえ。ちょっと熱々な感じが漂ってますけども、カス雑炊、多分ここに入れるのかな。よいしょ。こんな感じですね。こんな感じ。あ、そう。いただきます。めっちゃうまい。あの、お出汁が、お出汁が、あー、めちゃくちゃうまい。あ、これはうまいぞ。これ生キムチ。マッキョさん、味わっていただいてるから。これあれだ、使ってないですよね。はい。あ、まだ生キムチ、うまい。今日の営業でお出汁の分だけつけるんです。あ、体感覚でサクサク食べれる。食べやすいですよね。食感も全然やっぱ違うし、つけてるのと。この油かすかな、めちゃくちゃうまい。やべえ、遠回しに煽られてるのが聞こえる。これマジで食いますよ。もう分けてる時間もったいない。このままいくわ。皆さん、やけどには気をつけましょう。うん、ね、これ
マジでカス超うまいっすよこれ。あのスタッフさんうるさ絶対うるさまくってやる。くしょ負けないぞ。なんだろう、やっぱいつも一人で食べてるからこういうのがすごい楽しくてしょうがない。やっぱ絶対ね、人数いっぱいだと楽しいんですよ。はい、次お待たせしました。はい、上タンとご飯です。ありがとうございます。さっきも食べていただいたんですけど、はい、先のは一等分ほぼ丸々のタンで、こちらは上タンの根元の一番柔らかい部分だけ。おお、はい、ありがとうございます。すごい根元の部分だって見てこれ。うわお、うまそう。ありがとうございます。じゃあ行こう。いや、なんかめっちゃ早い。うまっ、うん、すぐいる。これタレで食ってもうまいんじゃないかな。やらっけ、うん、うまソムリエさんが水を入れて、ありがとうございます。次お願いします。はい。次は名物カスうどんです。カスうどん、あ、これが名物で。はい。ありがとうございます。こんな感じ。これがカスなんでね。はい。肉もん。超絶うまいです。これ。あのね、カリッとしてるんですよ。焼いてるのかな。うわ、うんま。急いでること忘れるわ、マジで。あ、うまい、これほんとうまい。めちゃくちゃうまい。これ、カスうどんっていうのは関西ではやっぱメジャーなものなんですか？そうですね、最近すごい有名です。うまい。東京でも結構食べれるようになってます。なんか飲んだ後の締めとかにいいね、こういうのね。すごいなんか需要ありそう。うまいわ、うまい。こっちのがやっぱ直球で、やっぱさっきのあのスタミナよりも味わかりますね。
次お願いします。ありがとうございます。すいません。はい、お待たせしました。次は上ハラミとご飯です。ありがとうございます。上ハラミ、おー見やすいね。上ハラミこんな感じです。ちょっとこう、あ、味の余裕出てきてるから早く。めっちゃうまいです、マジで。ハラミ好きなんすよ。見た、これうめえ。普通じゃねえ、このハラミマジで。ハラミの脂まで超うまい、これびっくりするぐらいうまい、マジで、本当にもったいないな、シチューが。マジで超うめえ、これ。超うまい、超うまいです、これ。タレ爽やか、結構うまい。すぐお願いします。はい、あれなんだ、あれまさか追いついてないのか、厨房が。あんだけ煽った煽って煽り返されだ、あの厨房さん、おっと焦っておりますな、これは。あれれ、お腹がペコリンチョだぞ。でもね、ちょっと冷静に判断すると、今のところ刺さってるのはあの油かすのかすうどんと、俺はハラミ、うん、あのどっちかな気がする、現状は。おっ、はい、お待たせしました。ありがとうございます。間に合った。お待たせしました。名物ホルモンとご飯です。ありがとうございます。名物ホルモンですね、今回は。さて、うわープルプルじゃん、おい、おい、おい、すげえ、めっちゃホワイティ、めっちゃホワイティ、プルリンチョ。あ、焼き方がもう神、マジで。油を落とさずね、いただきます。めちゃくちゃしみる、この油。うん、うん、うわぁマジ半端ねえ、これ超うめえ。うん、うん、油がね、温度で溶けてくるんですよ。で、旨味が溢れ出てくるんですけど、溶けて口の中に。結構味噌ダレとかで食べがちですけど、このタレで食うのもめっちゃうまいっすね。はい、ありがとうございます。うわ、すまん。はい、はい、おいしい。
あ、ありがとうございます。気を使っていただいて。裏ハラミともやしなんです。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。裏ハラミ。なんで裏ハラミ。普通のハラミの反対側についてる部位で、ハラミってアウトサイドスカートっていうんですけど、はい、この裏ハラミはインサイドスカートっていう部位を使ってます。へー、はい、場所が違うんですね。裏なんですね。はい、じゃあ行ってみましょう。どうでしょう。また、うめぇ。肉汁のうまさは変わらずで、食感が違う、結構うまい。若干こっちの方が、あの、ソムリエがお水を。ハラミはハラハラしてません、大丈夫ですか。あの、打ち合わせの時はこうなんですよ。本当にあのここの店舗さん結構あの鋼の心臓のこと多い気がします。失礼しました。一部だけだと思います。一部だけ、一部だけ。ありがとうございます。お願いします。はい、どうぞ。はい、これは伝説のカスト地丼です。伝説のカスト地丼、あ、匂いはね、親子丼的な感じですよ。まあ、いわゆるあのお出汁の卵の感じですけど、ほい、こんな感じ。やっぱこのカスめっちゃうまい。これ甘め、うめタイプ。うわ、あ、やばい、これナンバーワン候補来たかもしれない。多分ね、僕カスが好きなんだと思うんです。こちらもめっちゃうまい。あ、すんげえ、つゆダクダクだ、これダクダク、つゆダクじゃないです、これダクダクです。これちょっとおじやってるもん、なんならほら、これはね、スピード上げたら食べれないやつだ。
もんなんでどんどん食べてますね。ちょっともっとその寒い客でこの冷ましてください。このあの場所の本当俺の役割です私。めっちゃ。お願いします。すいません。これがショップ店の10品目最後です。最後はいで7つ星、和牛龍の7つ星と、ご飯昔話盛りでございます。えってことは、これも存在するってことですか。存在します。うちはご飯に小中大昔話盛りっていうサイズがあって全部同じお値段なんです。え金額一緒なんですか。どういうことこれ。っていうかこれすっげえなマジで。七つ星北斗七星ですか。これはすごい。じゃあちょっと一個一個いってみようかな。ヘレヘレちゃん、うん、あの赤身のめっめちゃくちゃ柔らかい肉って感じ。やばい、うまい。特ハラミ、特ハラミ、ああ。先ほどのハラミの強化版って感じですな。うん。油の乗りがすごい。サクサク切れるぜ口の中で。音言うもなんなる。これクリーミー。歯ごたえしっかりあるけど、うん。パワフルな肉の旨味がギュッと。次トンビ、聞いたことないやつばっか。うん。ヘレよりもちょっと食感が強めな感じかな印象。次ランプ、ランプ。お。柔らかくて脂肪分そんなにない感じがする。次イチゴ、はい、うん、なんかこう食べ慣れた感じがする。ちょっとうまい。ミスジ薄め、お柔らかうめ。いっちゃいましょうか。これいっちゃいましょうか。あのやっぱりもうリレーのことはすっかり忘れてますけど、プロの方が一番美味しい状態に持ってきてくれてるんですから、それはこれもう贅沢なことしてるよね。これね、うわうまい。あ、これがうまい。
本当に値段同じなんですか？ご飯、はい、同じです、はい、銀座ですよ、ここ銀座銀座7丁目ですよ。ご飯の値段同じなんで、すごい人気商品です。昔話、はい、そりゃそうだよな、これすごい今、口滑らせましたよ。これあるぞ。お米ももちろんうまい。まだ30分か。クリーミーうめえ。この昔話まで本気ですね。これ 100g、200g の世界じゃないですね。これ本気です、結構マジで。500g で500? で、同じお値段なんで、超人気です。ちょっと待って、怪しいな、なんかあれ、なんか待って、でも今の振りに見せる感じの多分にかぶせてきた感じなんで、いや、本当に1位の可能性ある、これ。今せっかくなんで今まで食べたやつを思い出してるんですけど、でも多分こういう時って絶対考えるべきは場所なんですよ。場所、銀座7丁目。あ、これあれですか、全店舗さんの中ですか？そうです。全店舗の店舗。ちなみになんですけど、この銀座7丁目店さん以外どこがあるんですか？大阪に。あ、やっぱり大阪なんですね。はい、大阪が本店なんですけど。あ、大阪に5店舗で、博多に3店舗、東京4店舗。それはやっぱりあの場所はこう都心部というか、そのあれですか、こういうなんかちょっと夜じゃないですけど、こう繁華街的な感じ。そうです。基本的に全部あの繁華街とか。あれでも夜の街が。はっきり言っていいですか。あなたは今私に最大のヒントを与えた一番のミス。今私の話もに第二と。俺も分かった、今日の答え分かった。多分ね、今日真面目に当てるのは1位ですけど、俺ね、ワンツーって多分当てられる気がする。自信ある、自信ある。まあね、ちなみにあの1位のメニューっていうのは不動のエースですか？そうですね、もう不動のエース。どこの店舗、店舗ごとに調べても1位です。あれだ、分かった分かった。昔話めっちゃある、マジで。
ごちそうさまでした。あ、すいません。はい、タイムはこれ。いや、あ、すいません、ソムリエ、ありがとうございます。今は何も言わないですね。何も言えなくて夏みたいな感じですね。あれあれ、綺麗な手してたんだねと。あれれれれ。はい、というわけで、どれも美味しかったです。このタイムが早いのか遅いのかちょっと正直わからないんですが、結構熱いタイムが苦戦したかなっていうのがあるんですけど、まあなんとなく最後の白米昔話盛りを食べながら予算も決めてたんでいきます。これもういきなり1位や、1位とか1位だけか。あ、1位で、はい、マジでいきますよ。はい、1位かすうどん。大正解。いや、マジで当たりですか。マジで当たり。そのなんかこうお酒飲んだりする方が多いみたいなで、ちょっとなんか汁物がいいかなと思って、僕そういう風に推測しました。1位当てたら特典があるんですよね、お客様に。何でしたっけ。先着20名様にかすうどんをサービスさせていただきます。はい、突破、ありがとうございます。皆様、かすうどん20名様先着サービスでございます。これ公開された日から、はい、次の日から。もう公開された日から。日から。おお、ありがとうございます。いやでも本当に最後までありがとうございました。ありがとうございます。でも本当どれもね美味しいんで、もしよろしければ銀座に来た際は来てみてください。龍野さんの方でも YouTube チャンネルやられてまして、撮影の風景ですが裏側の風景を、はい、撮影されてますので、こちらの方もよかったら見てみてください。以上です。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。結構来たよ、昔話マジで本当に来た。なんと今帰り自宅をしてたらフラッと来たんですが、なんとこちら銀座店さん朝5時までやられてるみたいです。5時、そんな感じ。